はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 はい」ということで、えー、先週のね木曜日に、えー、毎週毎週まあキ k i k i の YouTube の公式動画でね YouTube オリジナルライブという動画が、まあ、毎週木曜日上がってたんですけどそれが先週ねシーズン1エンドということで、えー、終わってしまいましてで私はね堂本、えー、剛君の「よ ソロの、ね、楽曲、えー、それから堂本光一くんのソロのパフォーマンスというのをですね、えーま、るちゃんさんに、えー、コメントでリクエストいただいたのを受ける形でね2曲見させていただいて、まあ、しばらくまた木曜日の更新はないんかななんて思ってたところにですね全然ありました<笑><笑>、ね、皆さんもご存知だと思いますけれども、えー、ちょっと概要欄読みましょう。 2021年4月28日発売キンキキッズライブブルーレイ d v d o a b c d のね o 正月コンサートよりクールビューティーを公開ということでえ木曜日のいつもの夕方6時にですねなんとライブの映像が上がっていることに私はすぐ気がつきましてあそうだったのか。 えまあそんだったらあの2曲やらなくてよかったってことじゃないんですけどもう毎週毎週楽しませていただけるんだなということでちょっと遅くなりましたが今回はそのミュージックビデオから1曲公開してくれるシリーズにきっとなってくるんじゃないかなと思いますけれども、えー、この「クールビューティーというですね楽曲を今からパフォーマンスを見させていただきたいと思います。えー、早速いきましょう

リズムを動きながら取って、横で光一くんはピタッとね、止まったまんま。かっこいいね、これはどっちも。タラッタッタラッタ,タラタラッタ。上、後のライトもすごい。わぁ、いいね、二人とも同じ動きで。タガラッタッタッタ。てか、キラッキラですね、どちらも着てるものが。タッタララ半音かっこいい。そして、下っ側がすごい。ステージの下に映像映って、さぁ、くるっと光一くん回って、強しくメダウンド・ジャクリーへ泣いているワイシスは。

波、わきれいなハモリへえせつなままねシャワーさあしく回ってな、ね、かんな道指先まで刻まれたかっこいい歌難しいね高い置っていった後にぐっと下がるれさすのはついくちにて かっこいい。みらないのち。わあ、片足上がって、剛君。やらむ、くるビューティーめちゃくちゃかっこいいじゃん、この歌。てたらダか、お、こういちくかみいいね。かーの音がマイクに、ね、思いっきり入って、生っぽい。 生っぽい声がもろ入ってます。知ってるち、男の彼、すむから、なぜ、すはだむ。わ、ここの刃物、ほんと綺麗だね。せいえないに、見せたいはしない。目とマイルフ。うわ、いい表現、しく悲しみまって、おかしいでく。かっこいい。 ミッションのミスにズむコマンティックはかけらすまたあなたの日が来てうぅ<う>鋭い炭で刺すクラチナ痛みわぁ強しくのステップいいですねしっぱる弱目プーティーてでってでてわあベースギターもすごいかっこいい

私こんな楽曲だと思わずにちょっとなんか落ち着いて聴こうっていう勝手なねイメージで見始めてしまいましたけどめちゃくちゃかっこいいなんだこれすごいいいですえー、あのー。 途中で「孝一君生っぽい」とか言ってね生じゃないみたいに聞こえたら申し訳ないですけどまあもちろんずっと二人とも生で歌ってるんですけどよりその生々しい声が「孝一君乗りましたね」って意味でさっき言ったんですけどあのこれだけ動いて2人とも歌っているのにまあ安定してまますねまず歌声に関してはそこに私は「うん素晴らしい」っていう。 途中からもう笑っててししまいまいたねすごくて結構ねメロディー的にも忙しいしあのリズムもずっとこうねちゃか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 鳴っとりますからでそこのメロディーを普通に歌うだけでもかなりね、えー、難しいというか安定して取るのは大変な曲だと思うんですけどそれをあんなに2人ともね私はもう全然真似できてないですけど動きながら時に右左後ろとこうね ちょ順番越しが右後ろ左と片っぽずつ足を出しながらこう回りつつですね歌ってのあの安定感はほんと素晴らしいいやちょっとびっくりしましたねであの剛君のその声のねどちらかというとこう低音の響きみたいなところでえ響いていく高音に行ってもちゃんと弾く音の響きがなってるんで独特の芯の太いというか芯のしっかりした楽器 声ののの伸びていいくロンングトトーーからのビブラートというのをねすごい特徴があって私もすごく好きな部分ですけどそれもこのリズムのある曲の中でもしっかり鳴ってましたし高一君の声というのは私はどっちかっていうとそのね剛、えー、君とまた反対側で上の方の響きが強くってちょっとこうね真の,真の音の響きという感じでは剛君の方がね多くなってるとは思うんですけど。 一君が高い音を出した時の「ダーラララ」口角をガッと上げてその何て言うんでしょうねアタックの強い音っていうかねバーンと高い音に対して綺麗に強く当てられるあの声の出し方っていうのは私が今までテレビとかでキンキ k で歌われている光、えー、一君の歌声の印象よりもやっぱりねさらにその輪郭がしっかりした音というか。 口の開き方もそうですし入ってる空気の量もしっかりあってそれをね音程に当てにいく光一くんの声の何、えー、て言うのアタック感響きの良さそして歌い回しもすごくかっこいいのでお互いこの声質は違えどやっぱり楽曲1曲の中でね声が合わさった時の何て言うんだろうねマッチ感っていうんですかねこう 神愛感みたいなのの心地よさというのを改めて聞かせていただきましたけれども本当に楽曲のかっこよさこれシングルなんですかちょっと私全然詳しく知らないで聞いちゃってて申し訳ないんですけどあ、作曲が林田賢二さんかあ、スマップの楽曲なんかも結構ね 作ってますね「青い稲妻」もそうですよねあれ「テンダラー」とかもそうだったかなちょっと古い楽曲ですけどやっぱこうノリの,のいい曲の林田賢治さんのメロディーめちゃくちゃかっこいいですね。でそれを見事にちゃんとこうね、えー、体の中に取り込んでそして表現されてなおかつあのダンスを入れていやーすごい そんんななことじゃないんですけどもう25周年なわけですからまあねお年もやっぱり重ねてきたお二人じゃないですか全然思いませんねそんなふうにキレッキレですもんいやこれはすごいも,うもはやアイドルというねあの意識もお二人があるかどうかわかんないですけどという よりりやっぱりもうミュージシャンですねこのお二人ともこのパフォーマンスそれからまあ歌い回し含めいや本当にかっこよかったちょっと私これ今ミュージックビデオじゃないわあのライブの映像のこうね一部としてこうやって YouTube に公開させてもらって違う私があげたわけじゃない公開してもらって見れましたけどちょっとこの曲自体をちょっとちゃんと音源で 聞きたいですねめちゃくちゃ曲かっこいいですいや驚いちゃったこれ作詞もちなみに里みさんって多分あの「雪の花」とかじゃないかなじゃ雪の花」じゃないかなでもすごい有名な楽曲いっぱい作られてますよね「えー、月の雫」とかか。 ちょっとごめんなさい浅い知識でちょっとねあんまり言わなきゃよかった <laughs> そうでも本当にあに林田賢治さんとこう里美さんの見事なねメロディーと歌詞のマッチも素晴らしいしそして剛君と光一君の歌い回しで「高雄」と言ってもあそうだ一個そう言いたいなと思ってることを思い出しました剛君が一番のサビの高いところで私も見ながら言いましたけどぐっと片足を上げてね 高い音を出してる動きがああったと思うんですけれれどもあれはね、まあ、私がもうボイストレーナーとしてよくね生徒さんとかにもレッスンでやらせてもらうんですけど高い声を出す時っていうのは、まあ、やっぱり腹筋背筋に力を入れて入ってる空気をドンとね強く出してあげることで、えー、いい音が鳴りやすくなってくると思うんですけどその時にお腹をね自分で押すっていうその押すっていうのがなかなか難しい ことが剛くんなんかはそれはねあのファーストテイクなんか見ても座りながら歌ってもグッと高音が出てるので当然それは別に立ってても座っててもあの自由にできると思うんですけど今踊りながら歌ってる中で高音言った時にカッとこう片足を上げて少し前かがみになるような動きがありましたけどあれは自然と腹筋背筋に力が入る。 動きなんですね、片足がひょっと上がるとか、まあ、前かがみになるもそうなんですけどなのでねあれ一瞬の動きでしたけどあそこでパッとこう片足が上がって高音出しに行くというところが改めて腹筋背筋をしっかり使って空気で高音を出しにいっている剛君のやっぱりねカラオケなんかでこう皆さんねよく高音を歌ったりする時にどうしてもその高音を触りたいと思うので。 気持ちちが一緒に上にに上上行行っっっててしまってね顔も上に行っちゃう重心もこう上に行ってしまうってことが、まあ、よく起こるんですけどねカラオケでまあ高い音出してる人ってみんなこう上に向きたくなるんですけどやっぱりプロの人の高い音の出し方っていうのはその音程に届かすための空気の量をたくさん使わないといけないのでぐっと重心が下がって片足が上がっちゃうみたいなことはまあそうなんですねもう正しいというか、えー、あの出し方が一番体に自然な 喉に負担をかけない声の出し方だと思うんですけど意外とね剛君が歌ってる時にああいう風に上げることが今まで見させてもらった動画にははっきり言うとね見れるところが私はなかった感じがしたのですごいあ新鮮な剛君やっぱり高尾という時ああいう体の動かし方するんだなというのを今垣間見れてちょっとおっとなったところよかった忘れずにお話をさせていただきましたはい。っても まあ少し前かがみになったりしますけれども結構このねずっと姿勢をまっすぐ保ったまんま高い音も出したりしてますので多分腹筋というよりかどっちかというと背筋の方も光一くんは強く押して出してる感じなんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、どちらにせよねやっぱり高い音がしっかり2人ともあんだけいい声の響きで出てるというのは空気の量をしっかり使いながらね出してるということも、えー、これで見,見させていただいてね改めて分かりますし。 まあ私踊りながら歌ったことないですけどあんなに動いてて本当に音が全然ブレないっていうのが本当にかっこいいですねうん素晴らしいと思いますぜひこの楽曲音源としても聞いてじっくりと聞いてなんなら覚えて歌いたいぐらいの好きな曲に出会ってしまいましたということではい今回は k i、えー、キ k i d s の YouTube 公式動画で上がっておりましたクールビューティーという楽曲の 映像を見させていただきながら勝手に思うままにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました